確かめさせてもらうぞ。この道場にどれほどの価値があるというのか。柔術は戦うための術ではなく戦わぬための術だ。強い敵と戦ってみたい。自分がどれほどのものなのか知りたい。その金田トランスケット男、どこにいるんですか。俺の手で復讐する。この一歩ならわしを倒してから行け。相手が攻めてくるのか守るのか、それを見極め、戦を制するのだ。